Ah, alors il y a non. Non. Ça va aller. はい、実家です。実家です。見てこれ、全部ね、ほらマンゴーなの、全部すごい、これ全部すごい広いんだ、うち。あのね、留学してた頃は違う家だったんですけど、5年前、6年前ぐらいに新築したんですよ、このお家で。その新築のお祝いのパーティーに以来です。で、当時はパーティーなんだけど、まだ内装がちょっと途中だったりとかしてるんですよね。なんかね、私の記憶だとジャグジーあったはずなんだよね。でもね、なくなってた。なくなってた。で、相変わらずお湯は出ませんでしたので、水浴びですね。でね、多分ね、結婚パーティーで使うんだろうね。ここに今ステージ作ってるの。パーティーをね、お家でやるんです。で、結婚式自体は違うところでやるらしくてね。あのね、犬がね、6匹いたうちに、昔ね、飼ってた犬ね、留学してる時にね、死んじゃってね。それから犬ね、いろいろ飼ってる。まあ。ほら、何人ね、何人ね、全員一応名前はあるらしいんですよね。名前はあるらしいんだけど、全部顔一緒だから名前わかんないね。今日はダメだよ、今日はダメ。バイバイ。あん、バイ。あん、行っちゃった。ここね、あそこの門さえ閉めれば、あの、みんなお出かけするときは、バーって走るんですよ、この子たち。ね。お父さん、リハーホッ、6匹。よし。で、私は、あそこの、そこね、テラスで、お仕事、してます。でも暑くなりそう、今から。まだ10時半ぐらい。うん。結婚式は2日後なので、妹がね、あのお土産をせっせと作ってますが、なんか自分で作りたいらしくて、お手伝いしようかって言ったら、いいよって言われちゃいました。お母さんご飯食べてたけど、もう終わったかな。ね、お手伝いさんがいます。お子さんと一緒にお手伝いさんが住み込んでますね。はい、こんな感じでタイを満喫しております。バンコクから500キロ、600キロ、もうちょっとかな、離れている東北地方、どっちかというとラオスに近いところです。平和です。もうのんびりしてます。なんかいつ行っても誰かお気に入りしっていう感じ、平和です。よし、ちょっと午後から銀行で両替しに行くんですけど、ね、いろいろね、その結婚式用の衣装とかね、私が靴を持ってき忘れたりとかで買ったりとかしてたら、お金がなくなっちゃったんで両替しに行きます。